俺に何の違和感も感じてない。どうやら10年間俺は居候を続けているらしいな。俺本当に記憶喪失にでもなっちまったんだろうか。結婚って言えばランもとうとう決めたみたいね。決めたって？結婚よ、荒井出先生との。結婚？荒井出先生？何驚いてんのよ。あんただって知ってるでしょ。荒井出先生が2年前からランにプロポーズしてたの。でもランは戻ってこない新一君をずっと待ち続けて、そんな思いに決着をつけるために今日ラン、新一君との思い出の場所に行くって言ってたわ。俺との思い出の場所？それってどこだ、その子？姉ちゃん、そんなこと知らないわ。コナン君に見られたくないから。ここには新一との思い出がいっぱい詰まってるの。私を元気づけるためにそんなこと言ってくれて。でも今ので踏ん切りがついたわ。10年待ったんだもん。もう10年待ってもいいよね。明日荒井出先生に断ってこなきゃ。